ケニー・ロジャース、ケネス・スコット・ロジャース、ケネス・スコット・ロジャース、1964年11月10日対は、メジャーリーグベースボールの元選手。ポジションは投手。アメリカ合衆国ジョージア州サバンナ出身。ニックネームは、ザ・ギャンブラー。のドラフトで、テキサス・レンジャーズから39巡目に指名され入団。高校時代は、家の農場の手伝いなどで、まともに野球に打ち込んだのは3年時の1年だけで、外野手だったが投手へ転向した。怪我などもあり、メジャーデビューはプロ入り8年目の4月6日。この年、リーグ3位の73試合に登板し、防御率は 2.93。新人選手としては、メジャー最多の登板数となった。4月9日にメジャー初勝利を記録し、7月20日にメジャー初セーブを記録した。は、ジェフ・ラッセルの故障により、6月以降クローザーとして起用され、チーム最多の69試合に登板し、15セーブを記録した。リリーフとして9勝、リーグ3位を挙げ、左投手としての球団記録となった。はリーグ最多の81試合に登板したが、先発投手に転向し、チーム最多の16勝を挙げ、防御率 4.10、7月28日のカリフォルニアエンゼルス戦で、MLB 史上12人目の完全試合を達成。は、自己最多の17勝を記録し、ロジャース自身が持つ、左投手としての球団記録を更新した。5月には4試合連続無失点に抑え、39回連続無失点を達成した。これは、チャーリー・ハフの36回連続無失点、1983年を上回る、球団新記録となった。オールスターに初めて選出され、1回を2三振、無失点に抑えている。FA でニューヨークヤンキースと4年総額$200で移籍した。シーズンは12勝8敗を記録し、防御率は 4.68、ロジャースは初のポストシーズンとなった。4試合に登板し、防御率 14.14 で全くの期待外れとなったが、チームは18年ぶりにワールドシリーズを制覇した。は、開幕から不調で5月27日から6月15日にかけての5試合の防御率は 8.87、6月22日には4年ぶりにリリーフとして登板した。8月5日に先発に復帰したが、この年の成績は6勝7敗、防御率 5.65 と1993年に先発転向後最悪の成績となった。一度怪我を隠して先発登板したためジョー・トーリ監督の信頼を完全に失い、ポストシーズンでは登板機会がなかった。11月7日に1998年と1999年の年俸の半分をヤンキースが負担し、スコット・ブロシアスとのトレードでオークランド・アスレチックスへ移籍し、はチーム最多の16勝。防御率は 3.17、リーグ3位を記録し、8月20日には通算100勝を達成した。守備では MLB 最多の66捕殺を記録し、ア・リーグでは1977年にジェリー・ガービンが6捕殺して以来の多さである。7月23日にニューヨークメッツにトレードされ、レンジャーズに復帰。この年は13勝を挙げ、ゴールドグラブ賞を4年連続で受賞中だったマイク・ムシーナに代わり初受賞。翌は、怪我により7月17日の登板を最後にシーズンを終え、5勝7敗、防御率 6.18 の成績に終わった。はチーム最多の13勝を挙げ、通算10回目の2桁勝利となった。は、ミネソタツインズへ移籍。1月14日に2年総額$600万で、レンジャースに復帰した。9回あたり 6.85 点、リーグ4位の打線の援護もあり、自己最多の18勝を挙げ、投手としてリーグ史上最高齢で3回目のゴールドグラブ賞を受賞した。は4月27日から6月17日にかけて9連勝し、その間に球団史上3番目の長さとなる31回連続無失点を達成している。オールスターまでに10勝4敗、防御率 2.54 の成績を残し、3回目のオールスターに選出されたが、6月に地元テレビ局のカメラマンに暴行し、怪我を負わせたため、ブーイングを浴びた。それ以後の後半戦は4勝4敗、防御率 4.72 だった。から2年総額1600万ドルの契約で、タイガースに移籍。移籍してからは、若い投手のまとめ役、相談役としてリーダーシップを発揮。苦手だったメディアとも積極的に付き合うようになった。6月18日に通算200勝を達成。40歳代で2度目の14勝以上を達成。MLB 史上10人目。チームは19年ぶりのリーグ優勝。2005年までのポストシーズンの成績は0勝3敗、防御率 8.85 と苦手にしていたが、10月6日のヤンキースとのディビジョンシリーズ3戦を7回に3を無失点。ランディ・ジョンソンとの史上初の40歳代対決に完勝し、続くオークランドアスレチックスとのリーグチャンピオンシップシリーズ第3戦でも7回1、3を無失点に抑え勝ち投手とな。セントルイスカージナルスとのワールドシリーズ第2戦では8回を無失点で勝ち投手となった。チームは第5戦で敗退。ワールドチャンピオンになれなかったが、ポストシーズンで23イニング連続無失点を記録し、これを上回ったのは、クリスティ・マシューソン、1905年、27回連続、無失点しかいない。シーズン終了後 FA を宣言したが、代理人のスコット・ボラスを解雇し、自ら交渉し、1年800万ドルで残留。5月9日に92回目の牽制で走者をアウトにし、マーク・ラングストンを抜き、MLB 史上最多記録となった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。